皆さんこんにちは。保険課の山本です。志摩市国民健康保険に加入している人は特定健康審査、いわゆる特定健診が受けられることをご存知ですか？今回の志摩の国チャンネルでは健康づくりと特定健診についてお知らせします。市では皆さんの健康づくりをサポートする出前講座を行っています。この出前講座の模様をご覧いただきながら特定健診についてご紹介しましょう。青の方がですね、志摩市、それから赤が三重県の平均ということなんです。もう一目瞭然、県平均よりも志摩市は低くなってますので、それほど医療費がかかってないということになります。志摩市の1人当たりの医療費は県の平均よりも低いですが、年々 3% 程度伸びていることが分かります。県平均も志摩市も同じように医療費が年々右肩上がりに増えているのです。国、県からの補助金ももらうわけですけれども、当然皆さんからも保険税として納めていただくというものも使わせていただきますが、22ということなんで、どれぐらいでしょう、何万円台でしょう。はい、7万円台という声がありましたが、その通りですね。県平均や県内の他の市や町と比較してみると、志摩市の保険税は安い方であるということがわかります。しかしこのまま医療費が伸び続ければ保険税も上がることになります。特定健康診査とは、糖尿病などの生活習慣病を引き起こす危険因子となる内臓脂肪症候群、いわゆるメタボリックシンドロームの予防と解消を目的とした検診です。志摩市の実施状況は県平均にも及ばない低い値となっています。ここに書いてあります通り、40から64歳の比較的、若い方ですね、若い方が生活習慣病で亡くなる率なんですけれども、志摩市の方が県平均より高いと。ご覧のグラフは平成17年から21年の累計数値による人口10万人に対する年齢調整死亡率です。棒グラフの青色が志摩市、赤色が県平均です。40歳から64歳の比較的若い世代の生活習慣病による死亡率を見ると、志摩市は県平均より高くなっています。生活習慣病やメタボ、これらの言葉は決して人事ではありません。生活習慣病は知らないうちに進行して重症化する、実は一人一人にとって恐ろしい病気なのです。これはですね、去年の、統計調査でですね、どういう原因で、亡くなられるかというのを円グラフにしたんですけれども、2番目がですね、心疾患、心臓疾患ですね、と3番目が肺炎、4番目が脳血管疾患ということです。不慮の事故というのは交通事故のことですね。あと老衰とか自殺とかもあります。さあ、1番は何でしょう。死因順位の1位は悪性新生物、つまりがんです。悪性新生物、がんのことなんですけれどもね、がんといっても男性と女性では少し、違います。男性で一番亡くなる原因っていうのは肺がんなんですね。女性は何でしょう。残念、大腸がんも、遺伝性のがんは全体の 5% 程度、原因の7割が食生活、タバコ、運動不足などの生活習慣なのです。がんになるのが多いのは男性では圧倒的に胃が多く、次に大腸、肺の順、女性では
乳がんが一番多く、次に大腸、胃の順。女性で乳がんになる人は死亡する人の3倍以上いるが、比較的生存率が高いということが言えます。何のがんにかかるのが多いかということで、皆さん乳がんやというふうにおっしゃってくれたんですが、女性、乳がんにかかる率がすごく高くなっております。やっぱり、世界的に見てもね、日本で、乳がんにかかる方というのは増加傾向。乳がんを早期に発見するためには、定期的にがん検診を受けることが有効な方法です。1年に1回は乳がんマンモグラフィー、乳がんエコー検診を受診しましょう。また、乳がんは自分自身で触れて見つけられる場合もあります。乳がんの自己触診を合わせてお勧めします。受けない方はいろいろ受けない方でこう理由があるわけですね。まず最初にですね、健康に自信がある、これまでの自分の生まれてからこれまでの、ね、こう生活を振り返ってみて、自分は、運動が得意だとかですね、もう何も問題ないと。検診を受けていない人の多くが、健康に自信がある、自分は大丈夫、なんとかなると楽観的に考えています。しかし、人間は誰もが年を重ねていくもの、体は若い頃と同じではありません。特に生活習慣病は自覚のないまま進行するため、注意が必要です。まず第一に、やっぱり自分自身を知っていただくということが大事です。自分の平時にですね、通常血圧がどれぐらいあるのか、あるいは血糖値がどれぐらいあるのか。まずは検診を受けて、自分自身の健康状態を確認することが大切です。検診の結果、メタボリックシンドロームに該当したり、予備群であると判定されたら、保健指導を利用しましょう。検診結果が良くても、今後も健康を維持するために気軽に保健センターを利用してください。また、継続して受診することも重要です。負担金が高ければそんなに受けられないわ、予期検査という人もいるかもわかりませんね。特定健診の自己負担額は、70歳未満の人は1,000円、70歳以上の人は500円。気軽に受診することができるよう設定されています。自分の健康は自分で守るという気持ちで、しっかり今の自分の体と向き合うことが大切です。ぜひですね、こう前向きにですね、今度はこうしてみようかな、ああもしてみようかなとかいうふうにですね、こう周りも見ながらですね、自分で健康で生きることを楽しむと。生活習慣病は決して人事ではありません。私たちの体は生まれた時から年中休みなく働き続けています。今の自分の体がどのような状態なのか考えてみましょう。特定健診は気軽に受診することができます。受診をきっかけに、今の自分の体のことを見つめ直してみてください。志摩市は、自ら健康づくりや生活習慣病予防に取り組む市民の増加を目指しています。国民健康保険加入者を対象に、皆さんの住んでいる地域や各団体の会合に出向いて、志摩市の国民健康保険の現状や検診の情報などをお知らせする出前講座を開催しています。皆さん、ぜひお気軽にお申し込みください。今回の島の国チャンネルでは、特定健診についてご案内しました。毎年定期的に受診して、健康を意識した暮らしを送りましょう。